サーズコロナウイルスには新型コロナウイルス感染症の原因となるサーズ関連コロナウイルスに属するコロナウイルスである。日本の国家機関や主要な報道機関は新型コロナウイルスと呼んでおり新型コロナやコロナと省略される場合もある。2019年11月に中華人民共和国国北省武漢市付近で発生が初めて確認され、その後 COVID-19 の世界的流行を引き起こしている。国によって異なる流行像がある。なお、本ウイルスが重症急性呼吸器症候群の原因ウイルスでないにもかかわらず、SARS の名を冠しているのは、SARS 株 -2 が2002年から2003年にかけて流行した SARS の原因ウイルスである SARS、コロナウイルスと同種で、SARS 関連コロナウイルスの株の一つと、 考えられているためである。このウイルスの国際的な公式名称はシビアアキュートレスピラトリーシンドロームコロナウイルス2であり、疾病の名称はコロナウイルスディジーズ2019である。2020年1月7日、世界保健機関は中国武漢で発生している疾患の原因であるウイルスを2019カウフと暫定的に命名した。この故障は 厚生労働省公式ウェブサイトのほか、国立感染症研究所作成の病原体検出マニュアル2019ウンカウフと、これをもとにした2019ウンカウフ遺伝子検査方法にも使用された。このため、対外医薬品の名称や正式名称決定以前に作成されたウェブサイトなどに見られる。同年2月11日、国際ウイルス分類委員会が、 サーズ株 -2 と正式命名した。この日本語訳として、サーズコロナウイルス2のほか、サーズコロナウイルス -2、サーズコロナウイルス2、重症急性呼吸器症候群、コロナウイルス2、重症急性呼吸器症候群、コロナウイルス2型などと呼称、表記される場合もある。日本の国家機関や主要な報道機関は、同年時点で単に、新型コロナウイルスと呼称している。 一方、風は、同年2月11日、このウイルスによる疾患を COVID-19 と命名している。アメリカ合衆国などでは、発生地の名前をつけて、武漢ウイルス、中国ウイルスなどと呼称すべきだとする意見が出るなど、論争となっている。SARS コロナウイルスには2019年11月に、中国武漢で発生が確認され、同年12月31日に最初に、 世界保健機関に報告された。その後2019年から翌2020年にかけて発生した中国武漢でのアウトブレイクにおいて肺炎患者の拡散検査陽性患者サンプルによりゲノム配列が決定された。2020年1月20日病原体を調査している中国国家衛生健康委員会専門家の省南山グループ長は 関東省で人から人への感染が確認されたと発表した。新しいコロナウイルスに対する特定の治療法はないが既存の抗ウイルス薬を流用することはできるとしている。ただし2019年3月スペインのバルセロナ大学の研究チームがバルセロナで採取した排水サンプルから新型コロナウイルスを検出したと発表した。 2019年の9月イタリアのミラノにある国立が、研究所の研究によると、早いものでは2019年9月の血液サンプルから新型コロナウイルスの抗体が検出された。SARS コロナウイルスには、ゲノムとして一本差プラス 3RNA を持つコロナウイルスに属している。この仲間は哺乳類や鳥類に感染する非常に多数の種を含むが、 人に感染症を引き起こすものだけでも、重篤な肺炎の原因となる SARS コロナウイルスや、m ー r s コロナウイルス、季節性の風邪を引き起こすヒトコロナウイルス229位、e、やハカウフオークル43、ハカウフ NL63、ハカウフ白1などがある。SARS 株マイナスには、2019年に人に対して、病原性を有する7番目のコロナウイルスとして、出現したものである。 このウイルスは国際ウイルス分類委員会により、サーズコロナウイルスと同じ種とみなされており、ベータコロナウイルス属のサーズ関連コロナウイルスという種に属している。ただし、サーズコロナウイルスの直接の子孫ではない。もともとコウモリなどの野生動物が保因していたものが、それぞれ独立して、人に伝播、人への感染能力を獲得したと考えられている。 2020年3月26日には、マレー戦残酷から、ゲノムの類似度が85から92%であるコロナウイルスが発見されており、これらはよりサーズ s 株マイナス2の祖先に近いと考えられる。2020年7月には、サーズコロナウイルス2が属するサルベコウイルスア族のゲノムデータを使ったマッチボニラによる進化歴解析では、コウモリウイルスラトグ13が、 単一の祖先系統を共有する、最も禁煙のウイルスであり、SARS 株 -2 が、コウモリサルビコウイルスから遺伝的に分岐したのは1948年、1969年、1982年と推定された。このウイルスの完全ゲノム配列は、上海公共衛生臨床センター、武漢市中心委員、下中科技大学、武漢市疾病予防費改正中心、 中国疾病あ防ぼ改正中心、感染症予防管理所、中国疾病管理予防センター、シドニー大学らの協力によって解読され、シドニー大学のエドワード・シー・ホルムズ教授の協力の、元、上海公共衛生臨床センターの長、久しぶり教授によって2020年1月11日に VIROLOGICAL.org に公開された。その後、 1>, 1月14日には国際拡散配列データベースジェンバンクで正式に公開されている。多種のコロナウイルスと比較すると中国石膏省長山市のコウモリから発見されたサーズウイルスに一番近くコウモリサーズウイルス、ヒトサーズ、ウイルス、ジャコウネコサーズウイルスとも80%近くの類似度を持つことが香港大学微生物学科感染症専門の園。 国有教授により報告されている。推定されている塩基地管率は0.00084塩基年であり、インフルエンザの塩基地管率の約1、6から1、2倍である。アメリカ疾病予防管理センターが作成した SARS 株 -2 のイメージ赤い突起はスパイクタンパク質。灰色の被膜はエンベロープ。主成分は脂質で。 アルコールや石鹸により破壊できる。黄色の付着物はエンベロープタンパク。オレンジの付着物は膜タンパク質。ウイルス粒子は50から200ナノメートルほどの大きさである。一般的なコロナウイルスと同様に S タンパク質、N タンパク質、M タンパク質、E タンパク質として知られる4つのタンパク質と RNA により構成されている。このうち N タンパク質が RNA と結合してヌクレオカプシドを形成し脂質と結合した SEO よび M タンパク質がその周りを取り囲んでエンベロープを形成するエンベロープの最も外側に位置する S タンパク質は細胞表面の a c e 2受容体に結合して細胞への感染を可能とする人への感染に a c e 2受容体を利用する点は SARS コロナウイルスと 共通しており、DPP-4 需要体を利用する MARS、コロナウイルスや、アミノペプチダーゼ N を利用するヒトコロナウイルス 229E とは異なる。ウイルスゲノムは29,903塩基で、一本差、プラスサ RNA ウイルスである。タンパク質の一時構造や RNA 配列の SARS、コロナウイルスとの相同性は、S タンパク質が76.0%、 N タンパク質が90.6%、M タンパク質が90.1%、E タンパク質が94.7%、RNA が80%となっている。一方で、同じ β コロナウイルスの中でも、ベッシュノバーズコロナウイルスとは、それぞれ4.6%、7.6%、6.3%、30.5%、50%しか一致していない。 サーズ株マイナス2には、サーズコロナウイルスと異なり、S タンパク質に感染力と病原性を高める風林切断部位が存在する。これは、サルベコウイルスの中では他に例がないが、コロナウイルス化全体で見れば珍しいものではなく、多くのマウス肝炎、コロナウイルスやヒトコロナウイルスなどが、同様の部位を保有している。サーズ株マイナス2の基本再生産数の見積もりに、 関するサドクの多くの研究は数字の際があり、また評価が分かれているが、R0 は1.4から3.9と推定されている。これは無防備な状態では、SARS 株マイナスには通常感染者1人当たり1.4人から3.9人の新規感染者を生じさせるという意味である。これにより、 サーズ株マイナス2は少なくとも4人を連鎖的に感染させることが確認されている。他のミサイドクの研究では、R0 を3.30から5.47とするもの、2.13から4.82とするものがある。ベルギー保健当局は感染者から猫にウイルスが伝染する事例があるとした。その他、犬や虎からもサーズ株マイナス2が検出された事例がある。 中国の研究チームの報告によると、猫は SARS 株マイナス2への感受性が高く、飛沫感染により猫から猫へ感染を起こすケースもあったという。猫の他には、フェレットも感受性が高いが、犬や豚、鶏、アヒルでは増殖しなかった。ウイルス学者である川岡義弘は、マウスよりもハムスターへの感染症状が顕著に出るという結果を出している。 健康な人の末梢血単核細胞を使った生体外実験では CD4 陽性 T 細胞にウイルス感染が示唆された。ウイルス複製は確認されず、受容体については不明で、どのような影響があるかは評価されていない。この報告では他の種類の免疫細胞に感染は確認されなかった。なお、細胞株を用いた類似の報告もあったが、 こちらの論文は手法に瑕疵があり撤回されている。死亡した患者の二次リンパ組織のマクロファージが ACE20 容体を発現しており、ウイルスの核タンパク質抗原が検出されたとの報告がある。これがウイルス感染によるのか、感染細胞の取り込みによるのかは不明とされる。この報告では T 細胞や B 細胞に核タンパク質抗原は確認されなかった。 人の ACE に受容体タンパク質を発現するトランスジェニックマウスを用いた実験ではウイルス抗原が肺のマクルファージから検出されたとの報告がある。培養されたヒト細胞から放出されている SARS 株にビリオンのカラー化セム写真。2020年3月、このウイルスを北京大学など中国の研究チームが遺伝子解析した結果、 コウモリ由来のウイルスに近く古くからあると見られる S 型と毒性の強弱は不明だが頻度が高いと見られる L 型という塩基配列の異なる2つの方に分類できることが分かった。患者の多くは片方の方にしか感染していないものの両方の方に感染した例も確認されており、ウイルスに一度感染し症状が治っても別の方に再感染するという報道もあるが、 再感染の可能性及び原因については議論があり、今後の研究、検証を要する。2020年3月23日の時点では以下のことが判明している。本ウイルスの主要な株は L 型と S 型に分かれる。ウイルスの RNA の第28,144番目の塩基の違いにより指定されるアミノ酸ガロイシン化、セリン化によって区別される。L 型、 中国武漢市での初期流行では、L 型が支配的。当初の報告では、L 型はより攻撃的で、より急速に蔓延するとされていた。そのため、流行対策による人的介入のため選択圧がかかり割合的に減少したと見られている。ただし、後に感染力が強いという点については修正され、頻度が高いに表現が改められている。 S, S 型進化的に古く、変異前のものと見られている。攻撃性が低いため選択圧が弱く、相対的に割合が増加したと見られる。K 型 S 型が変異したウイルス。中国における感染症サーベイランスでは感知されず蔓延したが、日本のインフルエンザ流行曲線が大きく欠けていた、ため、K 型ウイルスの流入が認められた。G 型中国の武漢で死者を多く出した後、 米国やイタリアなどで爆発的な感染を引き起こしたと考えられている方。感染力や毒性が強い。2020年4月の A イングランド・ケンブリッジ大学などによる報告では、このウイルスは A、B、C の3つの方に分けられるとした。A は中国のコウモリ由来のウイルスに近く、中国や日本の感染者でも見つかったが、米国やオーストラリアの感染者が多かった。 A から変異した B が武漢市を中心として中国や近隣諸国で爆発的に増えたとみられ欧米などに飛び火した例は少なかった。B から変異した C はイタリア、フランス、英国など欧州で多かった。株式会社日本バイオデータによる査読前論文ではウイルスの RNA 配列のうち第8782番目、第28144番目、 第29,095番目の延期に着目し、本ウイルスを TCC、TCT、CTC の3つの方に分類した。TCC 及び TCT は中国のグループの示す S 型、イギリスのグループが示す A 型に相当する。また CTC は中国のグループが示す L 型、イギリスのグループが示す B 型及び C 型に相当する。ありがとうございます。